茨城県の取手市ですね。取手市、取手市、茨城県取手市。いやもうジジイババア下がったとしても全然強いと思うけどな。いや、まあそれ以外だとすると、はい、成人女性か。成人女性、淑女ってことですね。淑女って言うのかな。うーん、8倍ですね。8倍だぜ。淑女に50、はい、50、5、8、10、400取られるってことですか、これ淑女に。そうです。このギャンブルおかしいよ。いいんですね、淑女に50で。倍率が高すぎんだよ。時間はでもこれ夕方でもなさそうだから、まあ昼間っぽいですね。子供学生はきついんだよな多分。これミニスカっていうのは、はい、ミニスカート入ってればどの年代でもいいんですか。あ、もう性別は問わないし年代も問いません。50。わかりました。ミニスカート成人女性ですね、淑女ですね。うん、はいはいはい、これダブルで開く場合もあるからね。まあミニスカートを履ける成人女性がいればいいわけですからね。じゃあまあこっちかな。いや、うん、ちょっとこっちが田舎すぎる。ちょっとこっち側ですね。変わんないだろ。ちょっとこっち側ですね。まあでも言って結構まあ田舎ではあるけど、田舎の中でもまあスーパーとかあったらね。ああ、それに買い物来るシーンが。買い物に行く主婦。やっぱ人がね、ちゃんと。うん。てか歩いてないんだと思うんだよな。なんかぼやっとしてた。この道をですか？だって目的地がないでしょ、これ。歩いていくような。まあ、でも田舎道ではありますね。いや歩けないでしょこれ。だってもう、まあ確かに車引かれるよ。いやみんな車で出かけるって、こんなとこ歩かないってこと。うーん、だって歩いて何分かかるのよこれ目的地まで。通学路じゃないですかここ。本当だ、ビッグチャンス。これ子供の可能性あるって。ニンニク売ってる。ちっちゃい子がミニスカートだとしてもいいんですよね。いいですよ、もちろん。だからちっちゃい子のミニスカートってもう細めの膝上でしょ。膝上ですよね。だからあんまないか。あ、ちょっと発展してきてるな。これいいのかな。いやこれ見てください。もう大通りと言っても過言ではない。ずっと緑だけど。これあれだな。いや都会だ。もう都会ですよ。いや都会で低すぎる建物。もうあ男性じゃないですか。公明党の党首だろ。ということはこの家は多分創価学会を信じてるでしょうね。創価学会を信じてるんでしょうね。いいよ別にそれ。多分そうだけど。ありえるな、もういるなこれ。ちょっと、あ、工事現場で働いてるおっさん、ありえるのか。ありえますよ。いやでもいないの。工事休んでるわ。タイミングが悪いな。なんか車はやっぱ走ってるけど。まあ、この辺でなんか干している老婆とかがいればもう僕にとってはバンバン剤。老婆がいれば僕はそれでいいわけですから。老人とジジイババアがいればそれでもう勝ちなわけですから。言われてもなんかアパートとかありますね。ということでやっぱ若者が住んでる。あっ、あ、自転車これは。これはまあでも成人女性、これババアですね。これだってババアですね。わかんなすぎでしょこれこそ。いやこれじゃダメだな、ちょっとじゃあ保留ですね。もう帽子とマスク、そう顔の全部が隠れてるから。もう歩いててくれよこれ。もうでもこの線路を通ったらもう都会ですよ。ずっと都会っつってるけど。おお、もうほら、あ、待って、あ、待って、いる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 ん。え、なにこれ。え、何か持ってる。しかもなんか持ってますよ。なんかデカめのもの持ってるの。この画面でしか見れないんじゃないですか。何かを見送ってる。なんかひょっこり出てきて何かを見送っている。忘れ物があったのかな、誰かね。忘れ物届けてる人ですね。左手の。やったなんだよ。やったサラリーマンか。おお、珍しい青年男性ですね。次最後です。あ、はいはい、はい、追加します。犬 ×36、 猫 ×36 で追加しました。ま、ただこれそうね、銃とかかけといてもいいよな。別に全然。36で、32だ、32倍だから。まあ、とりあえず場所によるかな、はい、でもね、北海道の豊富町ですね。いや人いる。
ふるさと北海道か。馬は馬あ、いいですよ、馬と牛も追加しますか。じゃあ馬牛で、じゃあ、あの特別ですよ、32ずつ追加しました。いや馬牛に行くよ、 10ずつ行くよこんなの。マジであると思うけど。馬牛だけでいいですか。馬牛と、はい、ジジイババアだけど。どう考えてもこんなの。ジジイとババアでしょこれ。だってもう、だから老人に100でしょこんなの。あ、やった。結果トータルでマイナスになっちゃうんで、もうちょっとかけてもらってもいいですか。いや、じゃあミニスカに30。よし、ミニスカに30かけるやついねえよ。もうミニスカババアがいてくれよ。じゃあミニスカババアいたら俺このゲームやめます。この企画やめます。まあ、まずざっといた感じ、牛と馬はいなさそうですね。どっち行くんだよこれ。どっち行ったらいいんだ。どっち人がいるんだろう。一応なんか建物があったかな今。こっだ、ギリギリこっちの方が家があるっぽいからこっちにしようかな。なんか農作業っていう感じでもないし、なんか人が住んでる気配がないんですよね。家がある、なんだろう、牧場だと思うんですよね、ここ。だから。飼ってる？牛馬。やっぱそう、牧場ですよ、ほら。お、猫だ。あー、おにゃさん、ビッグチャンス。猫ですね。おにゃさん、やっちゃったな、これ、あったじゃないですか、全然猫が。まず一番最初に見つかったのが猫。すげえ速さで見つかった猫が。猫めちゃくちゃ早く見つかった。こんな早く見つかります猫って。資料最速で猫。牛馬じゃねえのかよ。全部言っときゃよかった。もう犬猫牛馬牛。確かに。猫いるんだなこんなとこに。うわー、これ見てください、この広大な景色。あ、ちょっと待って。ん、え、嘘でしょ。あれは牛？牛じゃない？俺これ牛じゃない？牛でしょ。ちょっと遠いけど。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。保留してください。じゃあ頼みます本当に。あの次人が出てくるまでやって、人が当たってなかったら牛もなしにしてください。人が当たってなかった、老人じゃなかったら。そう、老人じゃなかったら牛も牛です。猫は、猫は。猫関係かけないじゃないですか。猫には別に、鬼山さんは別に猫にかけてないじゃん。あ、とりあえず人なんだ。そう、とりあえず人だから。人がまず出てくるまで、人が子供とかだったらなし。猫の時点で終わりかと思ってたから。じゃあとりあえず今はもう猫、猫牛。はい、今のところ猫しか牛しかいないんで、このギャンブル最初に。老人じゃなかったら山ほど牛いるじゃないですか。山ほど牛いるじゃないですか。死ぬほどポイント入るやん。死ぬほど危ねえ。老人じゃなかったらでも没収ですね。だからそんなルールある。だってだから老人だったら没収です。山ほど牛いるじゃないですか。へえー、こんなところ。いや車も走ってないから無理だって。人は行って結構そこそこ行ったら町が出てくるはずなの。豊富町って結構有名な町なので。あ、そうなんですか、うん、牧場があることで。牧場じゃない。いや北海道でこのまま歩いてって、うん、町までたどり着くのめちゃくちゃ遠いんじゃないですか。はい、いやお姉さんちょっと北海道のこと舐めすぎですね。いや逆にそこまで広いと思ってるんだけど。僕はあの北海道に住んで結構長かったので分かるんですけど、あの意外と北海道民って歩いたりするんですよこういうところ。本当かな。あの車使わないで。結構あの散歩がてら歩いたりするので。もう散歩の域超えてるでしょ。ほら、でも快感もありますよ。快感って何？あ、あ、ジジイでしょ。いや、ジジイじゃないでしょ。遠いな。いや、遠い、遠い、若者じゃ、ちょ。いける、いける、そっち行ける、行ける。行けるから。いや、完全にジジイじゃないですよ。行ってもいいですけど。いなくなった。あれ？なんで？いなくなった。嘘だろ。頼むよ、もう、無理やって、あの人しか。いなくなりました。あの人しか無理だって。人がいなくなった。魔法？いない。ああ、いないですね、完全に。ええー。残念。
もうちょっと付き合ってもらいます。無理だってあの人しか。ちょっと待って、ちょっと待って。いや、わからなすぎる。なんでこんな人がいたらと思ったらわからないんだ。全身ガードされてるやん。ここ、なんでしょう、あの動画だったらカットされるわけじゃないですか。ショートカットしてもよくないですか、うん、Google マップもここ別に。ここバカ正直に Google マップを用意する必要ってあるのかな。すっごいなんか。あ、豊臣市街。この先 300m 豊臣市街ですよ、ついに。本当かよ。とてもそうは思えないけど、この。出てくるわけだ、市が。豊臣市が。栄えてるでしょうね、体操。お、もちろん。もちろん。ガソリンスタンドもある。ガソリンスタンドもあって。ガソリンスタンドで働いてる人いるでしょ。お、今いた。え、これはちょっと若者でしょ。いや、ジジイ。いや、若者でしょ。ちょっと遠すぎるでしょ、んでも。いや、お兄さん、やめてください、遠すぎるっていうの。いや、だっていないですよ、判別しなきゃ。近くに歩いてる人なんで、ここセイコーマート。あ、セイコーマート。おババババじゃないか、ジジイか。わかんねえんだよな。わかんねえけど、老人だろあれ。いや、ちょっと正面やめてください、うん、あれ。さっきあれがいいんだったらタクシーのあのガソリンスタンドの人よかったし。若者たちガソリンスタンド飛んで。ガソリンスタンドセルフですね。セルフか、寂しい気持ちになるんだよな俺。ん、あ、いる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 。ババとジジイが会合をしている。嘘でしょ。嘘でしょ。嘘だ。めちゃくちゃご老人です。え、嘘でしょ。嘘でしょ。いや、ちょっと、え、嘘だ。助かったな。いないかな。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。すげえ。これしかも牛ボーナスもつくから。牛ボーナスもついてるから。それではまた次週お会いしましょう。さよなら。さよなら。